ジュリエット・マリオン・ミルズは、ロンドン出身のイングランド系アメリカ人の映画、舞台、テレビ女優。父親のサージョン・ミルズと母親のメアリー・ヘイリー・イベルも、俳優で、二人の長子である。妹のヘイリー・ミルズも女優になり、マッテイのジョナサン・ミルズも映画監督になった。子役からスタートし、1960年の舞台、ごシ練習の演技で、トニー・ショーに、 ノミネートされた後、映画やテレビに進出。1970年代初めにホームコメディドラマ、僕らの何位で主役を務め、同シリーズ及び1972年の映画、お熱い夜をあなたにで、ゴールデングローブ賞にノミネートされた。1974年には、テレビミニシリーズ、衝撃の告発、QB7 の演技でエミー賞を獲得した。 1983年、ミラーシアターのミラーレパートリーカンパニーに加わり、シーズンを通して、レイン、パラダイスロスト、インハレターズ、ザ・ヘイスティ・ハートなどの作品を演じた。1999年から2008年まで、ヒルドラ、パッションスに出演し、2005年のデータイムエミー賞にノミネートされた。第二次世界大戦中の1941年、ロンドンで生まれる。 両親はすぐに国外に逃れ、家族をドイツ空軍の攻撃から遠ざけた。著名な両親の名声のおかげで、レックス・ハリソン、デビット・ニーブン、マーロン・ブランドなどの有名な俳優たちに囲まれて育った。彼女の幼少期は、弟ジョナさんの制作、脚本による2000年のドキュメンタリー映画、サージョン・ミルズ・ムービング・メモリーズに描かれている。彼女の名付け親は、 女優のビビアン・ディーと劇作家のノエル・カワードであった。妹と共に、サリー・シュー・キャンバリーのエルム・ハースト・バレエ・スクールに通った。子供の頃から、父親が主演する1942年の映画、軍旗の下にで、父親が演じたブレイクと、妻、フリーダの11周年の赤ちゃん役など、様々な映画に、エキストラとして出演した。 最初の主要な役は1958年16歳の時にピーター・シェファーの演劇、五試練習で演じたパメラ・ハリントンである。劇はロンドンで1年間上演され、その後ブロードウェイのミュージックボックスシアターに移った。1960年パメラの演技でトニー賞の演劇女演女優賞にノミネートされた。僕らの何出演者たちと1960年代は、 ジェームズ・スチュアート、モーリン・オハラと共演した映画、スタンピードや、テレビドラマ、0011ナポレオンソロ、ベン・ケイシー、頭上の敵機など、映画、テレビの双方に出演した。1970年代は、テレビ出演が目立ったが、彼女自身は、映画女優としての経歴のハイライトは、ビリー・ワイルダーが監督し、ジャック・レモンと共演して、1973年に、 ゴールデングローブ賞にノミネートもされた、お暑い夜をあなたにだと語った。1978年、ラブボートの前後編のエピソードに出演、コメディデュをローワンマーティンのカタールダンローワン演じる、アラン・ダンバーの妻、バーバラ・ダンバーを演じた。ミルズは、アメリカ版、メリー・ポピンズと呼ばれた連続テレビドラマ、僕らのナニーで演じた魔法の力を持つナニー・フィービー、 ビガリリー役で最も知られている。彼女は自身が魔法、魔女、妖精を信じていると述べている。エーテルと私たちの周りにはもっと多くの存在があります。私たちには案内者がいて見守る天使がいます。私は刑事上学を大いに信じています。1971年ゴールデングローブ賞テレビ部門の主演女優賞にノミネート。 高視聴率にもかかわらず、番組は1970年の1シーズンと1971年の2シーズンのみで終了した。大成功を収めていた2つのシットコム、パートリッジファミリーと愉快なブレリーヤに近い時間帯から違う曜日の夜に移動すると視聴率が下がり、最終的に打ち切りとなった。1974年、ミニシリーズ、衝撃の告発。 QB7 における演技で、エミー賞、ミニシリーズ、テレビ映画部門女演女優賞を受賞した。同年 NBC のドラマ、野生のエルザのエピソード、空飛ぶドクターに、クレア・ハンディ医師役で出演した。1980年、エレファントマンの舞台に出演、マックスウェル・コールフィールドと共演した。二人は、息統合し、若いコールフィールドが三番目の夫になり、ミルズを、 しばらく演技から遠ざけた。1999年、17世紀に危機に瀕して、やけ負った魔女、タビサレノックス役で、ヒルドラ、パッションスに出演。当初、この魔女は人々に生きを加えることを望んでいたが、2007年6月のエピソードで彼女は、良い魔女と公表された。ミルズはこの役で、デイタイムエミー賞、ドラマシリーズ主演女優賞に初ノミネートされた。 番組は2008年8月に終了した。2009年、すでに実の妹ヘイリーが、キャロラインデュプレッシス役で出演していた ITV のドラマ、ワイルド・アット・ハートの第4シリーズのキャストに加わり、キャロラインの姉ジョージナ・ブラックを演じた。また、ホット・イン・クリーブランドで、ジェーン・リーブスが演じるジョイの母親フィリッパ・スクログス、役で、2010年から2015年にかけて4回に、 渡りゲスト出演した。ミルズは3回結婚している。1961年から1964年までが、ラッセル・アルキスト・ジュニアとで、息子のショーンが生まれた。2度目の結婚は1975年から1980年までの、マイケル・ミクレンダとで、2人目の子供である娘・メリッサが生まれた。1980年、18歳年下の、 マックスウェル・コールフィールドと三度目の結婚。ミルズは年齢差について私が自分よりもずっと若い人と結婚しているということに誰もが常に興味を持っています。制約はありません。私は年齢はあまり関係ないと信じています。あなたが本当に愛する人に出会ったらその人を離さないでください。と語った。コールフィールドは ミルズの2番目の結婚により生まれた娘メリッサ、ミクレンダ、および最初の結婚により生まれた息子ショーン・アルキストのママ父である。ミルズは1975年10月10日に帰化し、アメリカ合衆国の市民権を取得している。サムエリオットと、ワンス・アン・イーグル。ありがとうございます。